月曜日朝6時21分です。朝の散歩に来ております。まだ交通量はそんなに多くないですね。で、どこを散歩するかというと、夜のライトアップが、行われているという、公園の名前はちょっと頭に入っておりません。この公園ですね。葉っぱをきれいに清掃していらっしゃいましたが、音が結構すごいので、欅だな。ああ、なるほど。樹形が、なんかでも剪定の仕方かな。とにかくこの木のように典型的にシューッときて、ほうきのように枝が分かれていく、分かれて伸びていくのが欅の特徴と言われてるんですけど、まあ、葉っぱもそうですね。これらもそうですね、全部。で、運動をなさっている方もいらっしゃいます。ラジオ体操ではなさそう。そしてゴイサギ、おお、小魚がいっぱいいるようですね。でかい魚もいるな。フナかな。なんかでもすごいな、ティラピアっぽいな。あ、錦鯉もいますね。この池の水の匂いがはっきりしております。お、いた。なんか加えました。なんか加えました。なんか取れたみたい。この噴水ですよね。この噴水のこの橋、噴水口の上に器用に止まっております。あのおじさんがゴイサギを威嚇しております。じゃあここのこの公園の橋まで行ってみたいと思います。威嚇するおじさんからは離れて歩こう。なんか Google マップの写真によると、こういう池的な、まあ、ちょっと人工的な池だったと思うんですけど、なんかドライアイスかなんかを使ったあの煙の演出みたいなことをしてある写真とかも載っていて、多分それ季節的なイベントの時だと思うんですよね。あ、こういうとこね。こういうとこでやりそうな雰囲気。そしてこの歩く道っていうんですかね、歩道が決してまっすぐには作られてない。お、トンボが交尾しておりますね。卵を産んだかな今。お、なんか水が噴き出しそうな造形。ここ昨日反対側から見たあのバスターミナルですね。屋根がおしゃれで、ちゃんとなんかあのなんていうんですかね、空道、なんか空道って書いてあったような気がするけど、空中回廊的な、あそこから全部の
乗り場に階段で移動できるようになっているんです。多分エレベーターもついているように思います。新平市公園、新平市、ニュータイペイ、ニュータイペイでしたよね、新平が。新平市公園って言うんだ。だから、なんとか市公園。市の冠がついた公園。ああ、こういうところかな。小さぎ。足の先が黄色い。完全な夏バネだな。くちばし黒い。くちばし黒いぞ。くちばし黄色いんですよね、普通。普通っていうか、どうだったっけな。冬バネが黄色いんだったかな。ああ、ここもなんかいろいろ演出ができそうな、しつらいが。ありますね。要するに定規でまっすぐに引いたような部分があんまりないというので、凝った作りですね。凝った作り、凝っております。いろいろ、ここはどこを渡ればいいの、どっちでもいいのか。昨日歩いた道と反対側を行ってみよう。あ、青なのか。あと40秒。十分渡りました。板橋から林口。これはちょっと年季の入ったアパートですね。でも結構な木の育ち方を見たらこのビルの年齢がわかるみたいなとこがありますが、同じ形のが3棟ぐらいだったかな。結構背高い。なんか新しいバスがばっかりだな。古いバスがない。これはなんか観光バスみたいだけど、1070番、丹海、板橋、林口。あ、林口なんだ。読み方はちゃんと音読みみたいな。新風呂地下道、ニュータイペイ政府って何だろう、ガバメントかな。ああ、ちょっとまた歩き方が下手くそになっていると常に力が入っている歩き方になっているみたいですね。くるぶしから先がなんかうまく力が入らない、入りにくいになっております。力抜いて、力抜いて。ここは何か工事をしている。 駅のマークが、あ、ここからも入れるんだ、駅の。これが駅の上のビルですね。下ってる、下ってる。あー、このダメだ、歩き方が映像にももろに反映されているような気がする。ここはまた違う葉っぱの木だね。これはどっかに木の名前書いてないのか。ここ広場ですね。広場だけど、板橋車站、板橋駅。そうだ、バンキョウステーションだった。バンキョウ。だいたい音読みしたらいいのかな。
これまっすぐだけど斜めになってますね。まっ平らなとこ作んないかな。必ずなんか傾斜がある。水はけを良くしてるのかな。弱い足の仲間だ。足の仲間だけど、なんだったかなこれ。虫の鳴き声があちこちからしています。時々スズムシみたいなコロコロという声も音も聞こえますね。ジジジっていう音がベースですね。ずっと鳴ってる。散歩する人が結構いらっしゃるんで、そうか、もうぼちぼち暑くなってくる感じですからね。これあれか、反対側にもこういう線路ですね。駅前広場だ。丹前広場。ジャンチェン、ジャンチェン広場。え？パンキアオとかあるの？パンキアオじゃないの？これ古いのかな？パンキアオ、ジャンチェンコンスコース。コンコースの広場かな？これは右足のすねが疲れているみたいで、ちょっと休んだ方がいいかもしれない。こける可能性ある。なんかでもこっから先もまだ緑地は続くんだけど、手前になんか駐車場みたいな広場がある。なんか区画線が引いてある。ちゃんと自転車道あって、なんかこの絵がヘルメットっぽい絵ですね。なんかあんまりヘルメットかぶって自転車乗ってる人は見かけない。よいしょ。76秒長っ。むしろ長すぎないかって心配です。まあゆっくり歩けると思うか。ここがメインストリートだからかな。おお。はは。台北中心部に行くときはこの列車に、ここを走る列車に乗るのかもしれないですね。アンダーパス。時々英語になってますよね。地下道がアンダーパス。地下道の読み方も書いてほしい。ちょっとまああれですね、さすがバイクの数がすごい昨日に比べると多いので、通勤車両ですね。音もすごい。ここはなんか本当林の中に向きが続いているような感じがするので、ちょっと入ってみましょう。おお、レンタル自転車でいいのかな。ありますね。よいしょ。
まだほとんど、ほとんどの、なんだろうな、ブースに自転車が埋まってる状態でしたね、今。これ日本でも見えるやつだな。うん、か最近あんまり長い距離歩いてないのか。うん、なんか垂れてる。よいしょ。どうしよう、どうしよう。こっち行く？行くとなんか駐車場なんだよ、ね、これこけそうな気がする。木の根につまずいてこけるパターン。力抜いて、力抜いて、足上げるときに常に力抜くと逆にそのなんていうの、なんていうだろうな、すごいリラックス、足にとってなんかすごくいいような気がするね。何言ってるかよく分かりませんが、こうやってカメラを持ってると昨日もドリキンさん言ってましたが、どうしてもなんか喋りたくなるっていうのは分かりますね。カメラ持ってなくてもなんかつぶやいてる自分を時々発見しますね。これはずっと前回の植物園っぽいな、花壇、家庭菜園じゃないかね。一角一角ちゃんとなんかブロックで仕切られてるから上等ですけど、これあれじゃないかな、市民の人が借りて野菜を育ててるんじゃないですかね。ここすごいな、ヘチマか、ヘチマで屋根ができてる。うん、なんか造作が素人っぽいところが多いですね。昔僕もちょっと枯れてたことがあって、ちょっとだけ暖かい時期ですね、夏に向けた時期にちょっと放置してるともう雑草だらけになって怒られたりします。周りに雑草の種が飛び散っていうことでちゃんと やってくださいって怒られた気がします。大変なんですよね。なんかせっかくやるんなら無農薬でとか考えると、素人がそんなこと考えるのはちょっとかなりおこがましいぐらいに圧倒的に雑草が生え、虫が来て食い散らかす、それが自然ですね。キャベツ大変だったな、いくらでも重しがついてる。お、なんかそういう区画がなんかあちこちにあるみたいですね。ちょっと道路に出るか。よいよいよいよ。し。お、ちょっと椅子があるから座っちゃおう。なんか掘ってある。花崗岩だ。めちゃくちゃ立派なベンチです。そして公園の風景、もうちょっと広く撮ってみましょう。はい、同じ場所を広角にしてみました。目の前にこんな風景が広がっております。左見ると、で右見るとさっきの高架が、鉄道が見えます。マッサージ、なんか感じだらけかな。
逆に新鮮。新庄、土壌、土壌はキュッチェンって書いてあるな。土みたいな言い方するのかな、ちょっと発音が違うんでしょうね。これは何だろうな、すごいこの幹の大きさ。これはパッとミックスっぽいけど、なんだこれ。葉っぱをちょっと、なんかちょっと小脳っぽい匂いがしないと思う。してるような気がする。で、普通なんか日本だと基本的にこういうヒコバエって呼ぶんですよね。あの木の下に自分の種なのかな、根から生えるのかな、ちょっと分かんない、種類によるとって違うと思うんですけど、こういう根の近くから同じ種類の木が生えてきたやつは、その本体の木の成長に邪魔になるからっていうんで取り除くっていうなんか感覚が、あるんですよね。ヒコバエは取らないといけないってなんか聞いたような気がするんですけど、あの逆にこの周辺は昨日も見ましたけど、あのそれがうまく根っこをこう取り囲んでいて、で全ての木にそれがしてあるので、なんかあれですよね、素敵な景観ですよね。これもなかなかいいなと思いました。近いところに、ね、タバコの吸い殻が落ちていますが、こういうやつ、これ多分同じ木なんですよね。匂いはしない。もう若い芽ですよね。若い芽というか新芽がいっぱい出てる。お、来ました。いやー、これ台北の中心部に比べたら全然少ないですね。なんか信号で止まってるところを見ると、停止線から多分10メートルとか20メートルぐらい、あの原付で埋まってたような気がしますけどね。以前来た時なんか車で連れてってもらったんですけど、その時の道中がそんな感じでした。よし、じゃあ今度はこっちから帰ります。多分ここが北の端ですね、この公園の。向こうの大通りまで図を撮ってみようと思います。これはバス停かな。田橋4でしょ、バンキョ。あ、バス停ですね。人民ビレッジ、新民里、99番、1か、1、2、3、4、5、6路線、I32 か。赤い字と青い字ってことかな。お、ちゃんと出てますね。あと10分、あと30分。もうすぐ来る、99番。助かる。ああいう情報はすごく助かります。まあ何でマネージしてるかにもよるんですけど、アジサイっぽいね。花の造形がアジサイっぽい。花か。アジサイ花じゃないもんな。これはなんか花っぽいですよね。ちょっと写真撮っとこう。この花の写真を一生懸命いっぱい撮っておりました。かわいい。こことか、この3つ並んでるやつとか、3連星ですね。
こっちも3連星。こっちは6連星。なかなか可愛らしい。葉っぱの形状も、葉っぱがこれ可愛いですね。よく見ると。葉っぱのなんか、出来方というか。真ん中に2つの葉っぱがヒューッと立ち上がって、それが開いて、その真ん中からまた開いて、2枚が立ち上がっていく感じ。面白い。手前、バイクの駐車場です。あ、駐輪場か。めっちゃ広い。なるほどってぐらい広いですね。でこれが、白い建物、これが駅ビルですかね。で向こうにその本社ビルみたいな、勝手に言っていますが、でここの向こう側に自動車の駐車場もあります。居酒屋、焼き鳥、いろいろな店があるみたいです。角はホンダですね。自動車もありそうだけどバイクもありそう。こちら側にもこの駅から左右にこう、今こっちから見て左右にこう高架が出ております。ここから南には行かないのかな。ホンダカーズ。パンチャオ。パンチャオ。チャオかな。キャオかな。15秒、無理だ。この絵はいたずら書きかな、落書きかな。運動自転車、観光保全。バイクになんかメッセージが書いてある。あ、ニューバイクかな。結構もう年季入ってるバイクは多いですね。ニューバイク。あ、既得加入免責公共事故車障害険、保険にもここで入れるってことですね。ほうほう。乗らないと思うけど、わかるかな。基本的にオンリー感じですね。IC って書いてある。IC 上限。ひょっとするとイージーリンクカードとかで乗れるのかもしれませんね。それだと便利だな。あ、ここ通れない車はダメってことか。こっちから入ってるのか。あっから入るのか。バスを待たせている。あ、バスターミナルだ。この白いのはバスターミナルですね。その上に駅があるのかな。昨日は地下に駅がありましたよね。
この路線と地下の路線と違うのかな。地下はなんか高速鉄道だったような気がします。これメガシティの、メガシティの交差点です。昨日は向こうから帰ったから今日はこっちから帰るかな。秒数書いてないけど青マークだ。大丈夫かな。まあ渡り切れました。後人優先。あれさっき の赤信号の隣に数字が出てたんですよね。ここは出てない。スクランブルだから。ああ、方角を示す、ああいうのはありがたいですね。現在地、現在地と方向が分かればどこにでも行ける。ああいう配慮はいいですね。現在地が分からないと地図は意味がないという。位置だけじゃなくて方角が分からないと意味ないので、今の地図作った人は分かってらっしゃる。絵が統一されてない。おお、タクシー乗り場が東京駅前タクシー乗り場みたいな感じですかね。グローバルモールという名前なのかな。和洋食事、日式料理、和洋食事という店の名前か。あ、セカンドストリートが地下1階、1号基地。ファンタジーは関係副職。あ、そうか、こんないろいろあるんだ。で、2階のエンジョイ・ユア・エレガント・ライフ。エレガントか。フードパンダは、あのピンクのパンダはよく出てます。南1号入り口。中歩いてみるかな。中の方が涼しそう。これ、タクシー乗り場ですかね。すごい。黄色に決まってんのかな。イエローキャブか。ちょっと涼しい。ちょっとアーティスティック。アーティスティックなソファーやな。これ座っていいのか。硬い。加藤ございます。写真撮っとこう。あ、地下に降りなくても1階にも何かあった。Tパス。Tパスここで買えるのかしら。お金持ってきてねえや今日。今なんてことだ。 Tパスの説明がしてあるぞ。ここで買えるんじゃないでしょうか。シーズンティケット Tパス。読めねえ。あ、購買先価値公表、30日内無限搭乗。なるほど。行政院通勤月票。あー、なるほど。1ヶ月パスはいらないんだろうな。行政院通勤月票か。なんか説明、30日パスをめちゃを説明してるな。行政院通勤月票以外に制裁生活用油、
アップルペイ、グーグルペイ、ビザ、JCB、なんとかペイ使えます。LINE ペイも使える。普通に1日券。ちょっとこれを参考に、ここグループチケット売り場かな。これを参考にちょっと調べてみよう。Tパスか。チケットペンディングマシーン、購買者票、当日快速公表、領収者証、電子票、日本語があった。一緒だな。昨日買ったやったやつと一緒だな。当日券じゃないもんな。電子チケットチャージ。チケット購入を置いてみ、押してみよう。違う。ダメだな。この機械ではカードは買えない。これですね。でもチャージはできるんですよね。iPass と、iPass か。iCash。なるほどね。T パスじゃない。T パスはカードの名前じゃなさそうだ。なるほど。じゃあ、iPass と、なんとかカード。それを調べてみましょう。帰ってからね。うわ、こっちにもなんかアーティスティックな赤いものがぶら下げた。いろんな通知があるね。そうか。ここは朝混んでないんだ。あれ、ジャック・ウルフスキンっぽい。あ、やっぱりそうだった。ジャック・ウルフスキンがなぜここにあるんだろう。あ、こっちはアディダスだ。サムソナイト。あ、なんかいろんなブランドが並んでおりますね。あそこは何だ。じゃあカピバラにモチシバ、その系で、ファミマ強いな。ファミマ、環状線ってあるのか。プラットフォーム、月台がプラットフォームだったね。ほうほう。万南ライン、バス、高鉄、HSR、高速鉄道。万南ラインと高速鉄道と環状線とが、と TR、A。1、2、3種類あるぞ。1、2、3、4種類か。複雑だ。新富路の交差点です。こちらが新政府庁舎、まあ、市庁舎って書いてありますけどね。この周辺にやっぱりこのビルだけじゃなくて、政府機関があちこちに点在してるみたいです。スクランブル交差点。あ、青になった。やっぱりあれですね、前の方にああいう四角いバイク用スペースが設けられてる。あ、だから前に来るんだな。まあ、スタートダッシュはバイクの方が圧倒的に速いですよね。このスクランブル交差点は結構シビアな感じ。もうあと10秒で到着しました。ああ、日陰は涼しい。日陰は涼しいです、まだ。でも日向はもう暑いです。いるだけで汗ばむ感じになってきております。ライトは3階までなんですね。あ、ビル自体がそういう構造になってるんだ。
にやるほど。まあね、なんて言うんだろう。最近はビル一つ丸ごとああいう感じっていうのはあんまりないから、八重洲ブックセンターが近いかもしれませんね。八重洲ブックセンターを4倍にしたようなビルが市の中心部にはあったような気がします。結構あちこちあったような記憶なんですよね。あそこにもなんか百貨店がある。ファミマが1階に入って、百貨店の1階にファミマ。ここはどこから上がるんだろうな。あ、ここから上がればいいのか。すげえ階段。今の階段を上がるとこの通路に行けそうな感じです。さて朝の散歩、結構騒音がすごいルートだったんですが、足もだいぶ慣れてきました。明日からも散歩ができるといいな。それではお疲れ様でございました。